本日はルートイン BC リーグ埼玉武蔵ヒートベアーズ対茨城アストロプラネッツの試合をお送りします。先発ピッチャーは辻空選手です。今回の映像は開幕戦の映像となります。プレーボールとなりまして、第1球目えぐい球を投げます。そして常時140キロ中盤を投げる辻投手。はい、こちら緩急をつけたピッチングで三振を奪います。ランナー一塁からの次の打球、セカンドフォースアウトでツーアウト。そして次のバッターをツーストライクと追い込み、はい、こちら鬼曲がりスライダーで三振と。埼玉武蔵ヒートベアーズの攻撃は1番牧口選手、初球から打っていき、しかし引っ掛けてしまいサードゴロ。そして次のバッター2番元楽天ドラ1片山博選手です。この後とんでもないことが起きます。注目。カキーン、もう一丁カキーンカキーンカキーンと打った打球は、高々と当たった打球は何かに直撃、まさかのスコアボードに直撃のホームランです。ナイスバッティング。そして3番の宮野原選手は四球、そして4番の富田選手、こちら綺麗なセンター前ヒットで一塁ランナーの宮野原選手は三塁へ。ワンアウトランナー一三塁となります。そして5番の梶選手が、レフト線のタイムリーヒットを放ちます。追加点。そして6番の秋山選手、ファーストゴロ。そして7番の武蔵選手は相手投手も素晴らしいピッチングを披露しておりました。2回、辻投手も素晴らしいピッチングをしておりました。こちらライトフライでチェンジです。しかし次の回、まさかのカケーンといった打球はライト方向に上がり、なんと柵越えのホームランを打たれてしまいました。池田博夢選手ですね。ナイスバッティング。これで2対1となります。その後バットが折れた、バット折りながらもレフト前ヒット。そしてレフトの宮野原選手がファンブル、しかしすぐに投げてアウト。トリックプレーですかね、たまたまですかね。そして先ほどトリックプレーをした3番宮野原選手からの打席、いい選球眼ですね。一番仲良くしてもらってるんで、
頑張ってほしいですね。打った打球はセンター前ヒットとなります。ナイスバッティング。そして5番の勝選手盗塁、宮野原選手盗塁、走った、キャッチャーも投げる。これはタイミング的にはアウトな気がしますが、落球でセーフとなります。ナイスラン宮野原選手。そして5番の勝選手は左中間のツーベースヒットでさらに追加点を取ります。そして6番の秋山選手、カキーンと打った打球はセンターフライとなりましてアウト。そして先ほどホームランを打った相手選手、まさかのまた同じ方向にホームラン、本日2本目を放ちました。しかもそれがスリーランホームランということで3対5となります。そして2番のドラ1片山選手はまさかのホームランです。このカメラの真横に落ちました。危なかったです。ナイスバッティングということで4対5となります。そしてピッチャー交代、中島圭次郎選手、鋭い変化球でストライク。そしてこちらの力強いボールがねすごい印象的でした。見ていて本当気持ちが良かった。はい、こちらのバッターを打ちましてセンターフライ、ナイスピッチング。注目こちらセンター前かと思ったらショートがナイスプレー、ショート三浦光選手ナイスプレーです。本当素晴らしい。そしてピッチャー変わりまして宮川翔選手、投手兼任コーチですね。元楽天ゴールデンイーグルス出身、本当に安定していて素晴らしい投球練習でした。試合始まりましてランナー二塁で強気のピッチングが本当にもうこれはもう真似したいですね。でこちら三振となりまして、お次のバッター、これはもう打者がびっくりするほどのナイスボールでしたね。危ない、これはもうバッターもびっくり。そしてバッターは少し腰が引けるも打ちましてレフトフライでチェンジとなりました。ナイスピッチング。そして3番宮原選手です。来ました宮原選手、これがツーベースヒットとなります。ナイスバッティング。そして富田選手は打ちましてファーストゴロと思いきや一塁線抜けてタイムリーとなります。これで宮原選手は帰って5対5となります。終盤ですのであと1点取れれば勝利になります。そして8回ですね、ピッチャー交代、城西大出身の竹脇選手です。変則ピッチャーですごい打ちづらい感じがしました。カキーンと打った打球はレフトフライとなりました。
素晴らしい。はい、こちら、こちら打者引っ掛けてファーストゴロ、いい連携、アウトとなりまして、ツーアウトとなります。そして次のバッターはインローにビタビタボール、カケーンと打った打球はライト方向に、カメラ外ですがライトフライでチェンジとなります。そして5対5で最終回ツーアウト、こちら変化球が決まり引き分けとなりました。皆さんナイスプレーでした。埼玉武蔵ヒートベアーズの詳細リンク情報は動画の概要欄に貼っておきます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。プリントするグローブはこれプラスこちら、見ましたね、はい、これ、はい、インセットプロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンダナさんの、インスタを貼っておきますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と、許可出ましたんで、今回はですね、こちらファイヤーズのグローブをね、登録者が8000人いったら OK という話をもらったんで、チャンネル登録者8000人突破しましたら、プレゼント企画を開始したいと思います。まあ、まだまだ先ですけど、皆さんの力をね借りて、頑張りたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。じゃあ皆さん、こちらファイヤーズのグローブ8000人いったらあげますんで、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。2020年モデルの T シャツができました。橋で大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではアウリオシタアーツオー。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。